スタンバイトークファイル、今日は伊藤陽一さんですが、アメリカで被害が多発、犬の噛みつき事故、はい、ねえ、あら、お二人は最近あった、アメリカであった猫が子供を救出したビデオちゃんと見てます？見てます。見た。びっくりしましたね、あれ。あの猫すごいじゃないですか。ワンとも言わず、猫だからワンとは言わないんだけど、とにかく体当たりして犬を撃退して、そうそう、子供を助けたね、子供を助けたと。それでね、アメリカでああいうことはあんまりないんじゃないかなと思って調べたら、実はすごくあるんですよ。つまり犬が人間を噛むっていうケースね、はいはい、僕はアメリカもイギリスも犬の飼育は教育はしっかりしてると思ったら、多い多いアメリカはですね、アメリカのですね、動物愛護団体アメリカ人道協会っていうのがあるんですけども、これ今週ね、犬噛みつき事故予防週間っていうのをやるらしいんですけども、やってるたらしいんですけども、これなんと発表があってですね、アメリカでは毎年450万人以上が犬に噛まれていてと、その半数以上が子供だって発表したんですよ。450万人ってすごいですよ。すごいですね。だって日本で今最近生まれる子供は年間100万なんですよ、はい、で4年半に生まれた子供は全部犬に噛まれてるっていうね、いやこれまあ変な例えだけどそういうことですよ。それでね、アメリカの人口は今3億1881万人なので、じゃあこの450万人をねやると70人に1人ぐらいが噛まれてると、これ多いでしょう。多いですね。後で言いますけど日本よりはるかに多いんですよ、はい、でしかもですね、アメリカのことを言っちゃうと、2013年に犬の噛み事故に対して支払われた1年間にですよ、保険金の総額はなんと日本円で490億円以上いやもうこんなに多いのかなと思ってね。でしかも噛まれた人が整形手術とかしなきゃいけなくなるわけじゃないですか、足の形とかね、なんかあって、で2万6935件もあったと。でアメリカでは犬に噛まれて病院に運ばれるケースが増えていて、注意が喚起されていると。はいやー、結構あるんですね。そうなんですよ、うん、でさっきね、半分以上がこう、半数が子供だって言ったじゃないですか。残りの人たちの大人はどうなってんですか。これ、ね、一番迷惑しているのが、うん、郵便配達員。ああ、そうですか。アメリカ一個一個家あるから、はい、そこにこう郵便物届けるじゃないですか。それでだから番犬がアメリカは山ほどいるので、番犬に噛まれちゃう、番犬に噛まれちゃうと、はあ、ここでアメリカの郵政公社がですね、発表したところによると、2013年1年間だけで、去年1年間だけで5581人の郵便配達員に噛みつかれて、まあ多い年から言うとヒューストン、ロサンゼルス、クリーブランド、60件前後あるわけですよね。だからこうほとんどの犬の噛みつき事故というのはアメリカでは放浪しているではなくて、その放し飼いになっているのではなくて、ペットによるものであると。で最近はですね、あまりにも郵便配達員が噛まれるので、郵便配達員が仕事を怖がり始めたという。やっぱそれはそうでしょうね、これヒューストンの郵便局の広報がそう言っているということなので、その郵政省はですね、郵便物の受け渡しの際には犬を別の部屋に隔離する、また外に出ている犬は中に入れてくれと、そう言っているということなんですよね。どうなんですか、日本では。日本はですね、まあ、去年、大体環境省によると年間4000件ぐらいかなと、噛みつき事故、犬が人間に、ね、噛みつく事故、これでアメリカの、ね、450万と比べてみたら、これはわずかに 0.1% です。あ、まあ、少ないけれども、だからこれね、日本の人口と比較すると3万2000人に1人と、はあはあ、いうことになってるんですが、僕は子供の時に犬に噛まれて、しばらく犬恐怖症だったことがあるんですよ。私も噛まれましたシェパードに。その後やっぱり犬怖くなりますよね。いや、しばらく怖かったですけど ね。それで、まあ最近はね、朝の早朝の散歩に犬を放し飼いにしてる人が結構いるんですよ。で僕ほらちょっとランニングしたりしてて、北の丸公園に行くと、はい、朝からね、犬を放し飼いにしないでくださいって放送してるんですよ、はい、でまあじゃあ放し飼いにして、放し飼いっていうか、そう放してね、公園で放して、
その犬が人に噛みついた場合はどうなるかというと、はい、民法第718条第1項によって損害賠償が生じますと、はい、日本の場合はアメリカはさっきですね、巨額の、ね、損害賠償490億円というのがありましたけど、まあ、日本はどのくらい損害賠償が生じているかはないんですけれども、はい、まあ、そういう意味で言えばですね、飼い犬が人に怪我をさせた場合は、まあ、場合によっては1000万を超えることもあると、はいはい、で思い出すのはね、反町さんと松嶋菜々子さんのご夫婦のドーベルマンなんですよ。ドーベルマンがマンションの住人に噛みついて、その人が転居しちゃった、うん、はい、そしたらなんとその人が提訴するんじゃなくて、マンションの管理会社が損害賠償請求して、これ東京高裁でですね、1725万円の支払いが出たと、そうでしたね、いうことですね、はい、で犬の種類でいうと2008年4月から2011年3月までを見てみると、一番日本で、損害賠償問題に発展した犬は柴犬。あ、そうですか、15% 柴犬だったそうです、でその後がですね、そうなのって思うんですけど、うん、ミニチュアダックスフンドとトイプードルに噛まれて損害賠償請求。あの犬に噛まれるのみたいな、見た目可愛いけど結構トイプードルに噛まれたってどっちでもないやん。そうでもないらしいですよ。そうですか。だからやっぱりね、この話しちゃうのは良くないんですよね。良くないですよね、トイプードルなんかね、何の悪さしそうもなくて呪いしね。だからいやそうでもないしちゃいけない。まあそういうことなので、はい、まあ、ね、犬が猫が犬に、体当たりした話から広がりましたけど、うん、はい、まあそういうことですね、犬を飼っている人は人に噛みつくようなことがないように多額の損害賠償が生じますよと、そういうことですね、そういうことですね。伊藤陽一さんでした、はい、失礼しました。